下のロッキーチャンネル。おはようございます。今全国的に何時？全国的に14時15分なんだけど、寒い。なんでこれ寒いんだ。裸だからだよね。はい、今風呂上がりなんだけど、髪乾かして、でひげもじゃもじゃになってっから、今なんかカンって、なんかね、カンってなるんだよ。なんかフォルターガイスト的なものが発生してんだけど、まあいいよね。髪乾かしてくわ。で、これもう松岡家に代々伝わるスキカル。これどこのメーカーだ。これナショナルね、松下電工だよ。これこんなのないよ。これもうめっちゃ家族が笑顔やん。これね、これでね、もう俺小学校の時ずっと坊主だったのよ。これでね、シャーってやられてたから。で、実はね、兄貴がこれ使ってんだよね、今。兄貴坊主なんで。で、これを やりたいんだけど、これが何？これが普通のやつか。多い。え？てか、あれ入んねえんだよ。おう。てかさ、カットができないって何？なんか、そういうことね。俺このままアタッチメントつけないでいくわ。ね。でこれ串当ててさ、でここにこうやって当ててさ、当てて、なわら気持ちいい。いいんじゃない？で、あとこっち？顎の、ここも、だるま見たく伸ばしてるかなと思ってよ。どうせね、俺のヒゲなんかね、誰も興味ねって。改めておはようございます。今、ローソンで、タバコと、あと、聖なるモンスターエナジーいただきます。今から、内科行ってくるんだ。で、なぜかっていうと、まあ、めでたくコロナになったじゃない？この間。で、コロナから、ね、完治して、下の根も乾かないうちに、なんか風邪っぽいんだわ。なんで今からいつだかもう日常で映ってたかな、新川駅前内科行ってくるから。ほんと弱えな俺の体。うわ、タンカラミ温泉むしゃり。今さっき帰ってきて、今から、なんか、10本の、これは一生あかんわな。今から仕事します。今日はちょっとソフトタッチでタイプですか？もう見る必要もないな。さ、文章適当になってると思うでしょ。見てみる？はい、適当です。さっきまでお客さんのチラシ作る仕事やってたんだよね。んで、今データを印刷会社に送ったんだよね。
で今久々にあのローソンまで歩いてさ、多分顔何も見えてないでしょたまに歩くのもいいかなと思って、ローソンまで俺に付き合えよ真っ暗の中。もう秋っていうか冬だよね。俺な、釣りを通して四季を感じてたんだよ。でも最近全然釣りしてねえから、まあ、ちょっと釣り熱冷めてたっていう話だと思うんだけど、でも最近またバカ上がりしてるんで多分大丈夫か、うん、ほら見えてきたでしょ俺さあ取り立ていっか。買ってきたよシーフードヌードル。あれしょ最近なんか俺が飯食ってるとこ見たいでしょ皆さん。もっと伸びるよこれあ、こっからって見えなくなるのか。まあいいかな俺の顔なんてさ。取り立ててきたわローソンから。俺がお金払ったらちゃんと応じてシーフードヌードルが出てきた。当たり前や、当たり前体操。皆さんも付き合ってもらうからね、これクソ寒いこのキロをもう付き合ってもらうから。真っ暗、いやいいんだよ、こっち向けたらさまださ絵になるじゃん。ダメだよ俺を向けるからね。なんかこの自撮り棒なんか短い気すんだよな。どう思いますか皆さん。あら俺見えてきた。まあまた闇夜に消えるんだけどね。あ、でもこっちは明るいな比較的。さあ今日は今からライブやって、もう仕事終わったんでライブやって寝ると。でまた明日お客さんとこ。死ぬまでの全部暇つぶし。さっきまでライブやっててそれ終わってもうそろそろ寝るんで飯食いますけど、見てこれ松岡家に伝来する照り焼きハンバーグで、照り焼きハンバーグのまあこれぐらいの小さいやつなんだけど、小さいんだけど 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 個、はい、そしてシーフードヌードルベイク、はい、あーどれからいただこうかな。いや、やっぱ照り焼きでしょ、ね、照り焼きこれ見てこれ、でこれからうまそうでしょこれ。照り焼きハンバーグアット神の時々のいたずらいただきます。うまっ。断面うまっ。おかこれさ、このハンバーグさつなぎ入れてんだもんね。卵ですよ。うん、卵と、うん、片栗粉。片栗粉か、卵と片栗粉とあとパン粉と豚ひきかなのよ。で 100% あそこ豚だからねこれね、豚なのよ。違う 100% 肉のハンバーグもうまいんだけど、うまいんだよ、うまいんだけど、こういう優しい味がね好きなんだろう俺。いや最高。であとこれぶったい X いただきます。
なんめ気づいたんだけど今日も野菜ねえわ。北のロッキーチャンネル。